はい、どうもこんばんは、小林貴史でございます。今日はですね、ちょっと姿勢の話をちょっとまとめてね、してみたいかなと思っております。っていうのも、僕結構姿勢がいいって言われることあるんですけど、結構ね、子供の頃からね、少し気をつけるようにしてた部分もあるし、その後お芝居をやるようになって、より姿勢に関して意識高くなったなと思ってるんですね。で、そこをちょっと遡ってみるとですけど、僕小学校の頃は身体測定とかで側弯症って言ってね、背骨が曲がってるって言われて、で、ちょっと、あ、そうなんだ、まあ猫背気味だったこともあるし、で、結構子供の頃は姿勢悪かったんですよね。で、だんだん、まあ学生、どうだろう、大学入って、まあ演劇始めるようになって、余計にですかね、姿勢やっぱり良くないとダメかなと思うようになって、すごく日常的に意識するようにだんだんなっていたっていうのがあるんですね。ただ、それだけじゃなくてというか、舞台に上がるようになったおかげでというか、緊張ってするじゃないですか、やっぱり人前に立つから。で、どうにかして緊張をできるだけ少なくしたい、緊張したくないって考えた結果、やっぱり緊張しないための努力として姿勢を良くするっていうのは、なんか一個効果的なんじゃないかっていう結論に至ったわけですね。で、やっぱり姿勢がいい方が、かなり緊張って抑えられるという実感があって、で、それを研究していった結果ですね、その当時は、例えば、武道とかね、武道に興味を持ったんですよね。で、興味を持ったって言っても、武道の型とか、武道が求めている体みたいなものがあるとしたら、そういうものって緊張しない体なんじゃないかって思ったのね。つまり、体の側から緊張しない体っていうのを作れるんじゃないかって考えたんですよ。で、それはどういうことかっていうと、例えばさ、まあ、なんていうのか、生きるか死ぬかの形になるわけじゃない、武道って。で、白人のもとにさらされた時に、緊張して体がグッて固まっちゃった方の負けってことがあるわけなんですよね。だから、いつでもスッと動けるような状態、緊張して体が固まってしまわないような状態にしているはずなんですよね、武道って。だから、その型とかを研究していったら、そういうのが見つかるんじゃないか、緊張しない体っていうテーマで武道を、まあ結局ビデオ見たり、結局あとはもう本読んだりとかなんですけど、そういうふうな研究を重ねていたと。で、その中でなんとなく分かってきたことっていうのは、やっぱり姿勢の問題に戻ってきたんですよね。で、結局動物って、猫背っていうのを考えた時にそうなんですけど、猫ってこういつも丸くなってるから、これが猫背っていうのは間違いないんだけど、猫ってさ、緊張したりさ、こうさ、相手を威嚇したりさ、大きく見せようとしたりするときに、よりこうグイーってこう背中が丸まって、こう毛羽立ってさ、こう大きくなろうとするじゃないですか。あれなんじゃないかと思うの、猫背って。猫背ってっていうか、あれって何かっていうさ、敵だと思ったり緊張したりしてるときにグーってこうなるわけですよね。これが人間で言うと、例えば肩が前側にこうなって、なんていうのかな、少しこう内側に縮こまったような姿勢になる。こうするとどんどん緊張してくるというかね、っていうのがあると。それって連動しているものなんですよね。で、僕なりの解釈で言うと、人間のその致命傷を負わないようにする、敵が来た、致命傷を負わないようにしようと思った時に、やっぱりできるだけ内臓を守りたいんですよね。内臓を守るために体ってちょっとこうやって丸まってくるんじゃないかと、そういうふうに考えたりしたんだけど、で、それが緊張している状態ですね。だから逆に言うと、体の方をこう開いて、ある種お腹をさらけ出すようにして胸張ってね、胸の中心で相手を見るような感じの姿勢、あるいは頭のてっぺんからお尻の穴までをピーッとまっすぐにして吊られているような状態にすると、そういう姿勢を取ると、今度は逆に緊張しないで済むというようなことがあるんだろうというふうに思ったわけですね。で、なんとなくそうやって研究している間に、いろいろ失敗談もありまして、例えばですね、舞台やるときに緊張したくないって思ってたときに読んだ本でね、武道をいろいろ研究されている方で、河野知世さんという方の、ジパングボディシステムという理論にたどり着いたんですけど、その当時。で、これは何かというと、日本のね、古来からある、装束の中の、鉢巻き、そして、たすきですね、たすき掛けのたすき、そして腰紐、っていうこの3つのアイテムは、体をこうピッと整えるのにすごく役立ってたんじゃないかみたいなね、そういう理論だったんですね。で、頭の頭蓋骨をギュッと締めるっていうこと、あるいは、
タスキなんかまさにその背筋矯正ベルトみたいなもんですよね。こう胸を張るように持っていく。で腰紐でグッと骨盤をギュッとすることによってなんかこれがグラグラしないで済むようになるとかいうね、そういうことを勉強した時にちょうど舞台があったんでなんかやってみようと思ったんですね。で衣装の下にタスキをして、タスキをしてから衣装を着て舞台に上がるっていうのをね実験していた時があったんですよ。その時に感じたことはなんかでも緊張すんなだったんですね結局全然うまくこれ聞いてんのかなみたいな感じだったので、千秋楽になってもうこれ最後だからもういいねと思って撮って普通に衣装着てやったらすごい自由にできたっていうそういう失敗談もあるんですけど、なんかあんまりあのがっちり矯正しようとしすぎるのもなんなんだなって思いましたけどね。だからその物で矯正するっていうよりはやっぱり意識と、まあ、普段からの姿勢みたいなことを気をつけようってその時は思ったんですけどね。はい、ただですね、最近になってまたさらに理論武装というかその理論を強化してくれるような話に巡り合いまして、でこの動画撮ろうと思ったんだけど、僕の敬愛する、カバッサワシオンさんのね動画 YouTube でずっと、いろんなね悩みに答えたりしている精神科医の方なんですけど、その方の動画でね姿勢を良くすると緊張しないっていうことを言ってました。やっぱり、猫背を治す方法っていう動画ね一応リンク貼っときますけれども、で言ってたんですけども、あのねセロトニンっていう脳内物質があるんですけど、そのセロトニンっていう物質が出てると、なんていうか精神が安定するらしいんですね。でこのセロトニンっていうのが、拮抗筋、抗重力筋っていうのか、つまり、姿勢を正す時の筋肉ですね、重力に逆らってピッとする時の筋肉を制御するのにセロトニンっていうのがすごく使われるんだそうです。だからセロトニンが活性化していると、まあ、姿勢も良くなるし、精神が安定する、まあそれワンセットになっていくわけなんですね。でこれは逆も言えるってやっぱり言ってまして、だから姿勢をピットをまっすぐにするコントロールすることによってセロトニンが活性化して逆にね、で精神が安定する、つまり緊張しないで済むってことはやっぱり起こるらしいんですね。で脳科学の観点からしてもやっぱりこの理論は正しかったというふうに証明されたと思ってるんですけど、つまり、僕らにコントロールできるのは結局姿勢の方ですよね。精神を安定させなきゃとか緊張しないようにしなきゃって頭でいくら考えても体って逆にどんどんこう縮こまってきちゃうもんなので、今は、精神をどうこうとかじゃなくて姿勢をとにかく良くすると、胸を開いて姿勢を良くするって、そんなことだけを考える、緊張したくないとか緊張するんだ緊張するんだと考えるんじゃなくて姿勢を良くしよう姿勢を良くしようって、とりあえず姿勢を良くしてると、そうすると頭のてっぺんからお尻の穴までがまっすぐになって1分ぐらい経つと本当に緊張しなくなっている状態になってますよというようなことを言ってまして、あ、これやっぱり僕が長年研究してきたこと、まあ、ジパングボディシステムは分かんないですけど、それもね、まあ、意味はあるんでしょうけど、とにかくまっすぐな姿勢を作るってこと、まあ、これやっぱり武道も共通してるんですけど、それがすごく緊張しないってことに対して役立つんだということね、改めて検証したようなそんな気分になりました。皆さんも何か人前で何か喋んなきゃいけないとかプレゼンしなきゃいけないとかね、なんか緊張する場面に出会った時にはね、緊張しちゃう、しちゃうよっていうことに悩むよりも、まず、姿勢を正そうっていうことだけ、もうそれだけを何度もこう繰り返し考えてみてください。それでも緊張してくるときってやっぱこうなってきますから、あ、ダメダメって、これだけを、これだけちゃんと直すということをまず心がけると緊張せずに済むのかもしれないなと思っておりますんで、活用してみてください。そんなわけでまたね、バイバイ。はい、というわけでチャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。あと投げ銭したくなったら概要欄の方にリンク貼ってありますのでよろしくお願いします。小林隆史でした。